はい、えー、それでは本日は、えっと、2024年5月31日あのオンラインでの毎週金曜日の20時からやってます私の、えー、朝倉美来あるの市生市議会報告ご意見をお伺いする会を 始めたいいと思いますで、これ、あの、YouTube にも後にアップしますので、後でご覧いただける形になります。で、えっと、このオンラインの毎週金曜日の20時から21時の他に、リアルでもやってるんですが、そのことはまたご案内しますが、オンラインにおいても、この最初の私の報告の20分程度だけ公開しますけど、あとは自由に参加者の方と意見交換ができるように、そこは、あの、 非公開というかあのやりたいいいと思いますいずれはあのコメントも含めて公開する形を持っていきたいと思うんですがまずは報告の分だけ皆様にご報告しますアップしますでこれはの実は5月の,あの連休明けに来ました船橋市市民環境経済委員会での三番瀬の視察の様子ですので、えーまあ、これはカキの養殖を今三番瀬で試みている漁業協同組が試みているということを あの視察させていたただきましたそれでは次にあの船橋議会の基本線をあのご説明したいと思うんですが、えー、これ全国的な議会でもそうなんですけどあの、えっと、大体3の倍数の月に年4回議会を行います36912ですで二元代表制といいまして市長も選挙で選ばれる議員も選挙で選ばれる2つの代表が並行してまああの ま、緊張環境を持ちながら、あの、地方自治を形作っていくというのが趣旨でありまして、えー、まあその3692の月にあります。で、ただ最近は1ヶ月で終わらないので、今回の議会も5月の27日から始まってますので、まあ、1ヶ月今日ぐらいやってるということですね。で、二元代表制ということ、さっき言った説明したとおりです。で、審議の内容は、 議決案件、議員の賛否を多数決で決めるのが議案と発議案、議案というのは市長が出す発議案は議員が出すあとは市民を出していただける請願陳情ですね。で次に、審議はするけど議決はしない内容としては、議員のそれぞれの問題意識による一般質問と委員会への担当課の報告などは、議決はしないけど、 これはインターネットで公開されますので参考にできるということです。それでは、6月の議会の日程は、5月27日に議会がスタートいたしました。市長からの議案の提案と、発議案を提案している会派から発議案の内容がありました。その後、私、広報委員長をやってるんですが、今回の船橋市議会の報告を市議会通りでどうするのかなどの議論をしました。 でちょうどここまでで今日は5月31日にまで,で、ここまで議会日程は進んでるんですが、6月の3日に市長の提出した議案に対する質疑を行います。私が先頭にやりまして、合計8人ぐらいかな、やります。それで、その次に発議案の質疑、これは議員の提出の発議案の質疑をやりまして、それから6月の5日から11日が議員の一般質問になります私は6日にやります。 それで委員会の質疑がありまして、審議がありまして、予算決算の全体会質疑と採決がありまして、6月28日に本会議の採決が行うということです。さて、えっと、議案の例というのは、まあ、議案というのはあの、まあ、10ぐらいあるんですが、あのまあ、えっとそのうち特徴的なもので、私が質疑する、朝倉が質疑するところを中心に説明させていただきますと、 えっと、議案の第11号に、専決処分承認議案というのが出てます。これ、船橋市税条例の一部を改正する条例ということです。で、で、これは何かというと、えっ、ー、と、あの、有料マンション、えっ、ー、と、ここにあるんですけど、長期有料住宅というのが、えー、まああの、環境などにいろいろ配慮した住宅ということで、新築をする場合に、 それを促進しようとする法律が、あの昨一昨年の5月に公布されました。で、えっとそれでこれから新築するマンションにつきまして、えー、認定をすると固定資産税を少し減額するという措置があります。 まあそれは、あの、環境に、などに良い住宅を誘導していくという国の施策なんですが、それで、えっと、どういう形を今回取るかというと、これまでは、あの、ま、実は、えっと、この環境医療住宅に認定されるときに、あの、結局、分譲事業者というのは、ま、作った人ですね、え、建築業者から、 えー、マンションの場合には各区分所有者住民にあの移管されるわけですけど所有権がでその時に各区分所有者が、えー、所有あその環境長期有料住宅の,、うん、このその1住,住戸の区画を所有する形になりますそれに対する固定資産税の減免は、えー、減額はこれまでこの各事業者が報告するしかなく個別に一人一人 報告すするしかなかなったんですねでそれを、えー、と国土交通省の方針で管理組合が一括して申請をするということができるようになったという方向がこの4月に決まりまして、そ,のそれを市長があの、まあ、国の方針なんで、それをそのまま浦林市にも適用したということです。まあ、これいいこと、基本的にいいことなんです。ただ問題なのは、 国のちょっとと点がおかしなところがありましてこれから新しく建てる住宅について、えー、と住む人は、まあ、自然にあの管理組合に、まあ、自動的に入る形になりますので自然に減免になってるんですね何も手続きしなくても管理組合さえしっかり手続きすれば厳格になってる、まあ、それはいいことなんだけど今すでにマンションに住んでおられる方のことは考えてない。 ですね。つまり今マンションに住んでいる方は結構、えー、ともう30年とか40年ぐらいのマンションの方は結構管理組合でその老朽化とか、えー、その管理組合の運営にまあ、えー、全体住民が高齢化しているので苦慮されてるんです。その話を私もいろいろお聞きし,します。でその、えー、管理マンションの管理の、えー、促進のためにマンション管理適正化法というのが あのできまして、その管理適正化法に基づいて、マンション管理計画認定制度というのができたんです、でその認定制度を受けると、実はこの新規の,この長期有料住宅と全く同じように、固定資産税の減額が受けられるんです、だからそうすると、これを見ると、まあ、当然、この管理計画認定制度も、その管理組合で一括申請してできるかという。 か,かと思ったらまずそっちの方は既存住宅のその制度の方はこれこのままなんですねだから各人が、えー、申請しないと、えー、その各人の固定資産税の減額を受けられないってことで一気にこっちがあるんだったら国全国はこっちがもうなんてうかなその、えー、既存のマンションの制度についてもこうするべきだと、えー あの私は考えまして、それを市に今回聞きます。で、えー、市が国に聞いたところ、残念ながら国の方が、そちら、すでに住んでるマンションの方の制度改革は今回してないんですね。だから、依然としてこういう状態になっているのはおかしいんじゃないかということを言います。ただ、これ、実は市長権限で、えっと、こういうふうに認定できるはずなんで、まあ、市長が本気になれば、 認定できるはずだ、ということとも合わせていうことを1つします1つがあの今回の議案の質疑で私がやるのが、あと、まあ、自転車のヘルメットに対する1人1000円の補助が出る形、まあえー、と県と合わせて2000円かな、えー、県として合わせて2000円出るんですけど、だから6000円のヘルメット買ったら4000円になるということで、まあ、これは自転車のヘルメットを促進のためにいいことで、それもちょっと質問しようと思ってます。それが議案質疑ですね 一般質問につきましてはこの内容を考えています、えー。海老川上流地区の開発医療センター建て替ええー、看護専門学校について医療センター建て替えは、まあ、あの慶応大学病院が現地ローリング建て替え現地で、えっと、既存の建物を残しながら診察をつけながら10年間で建て替えをしたので、えー、そして高層化したので、えっと、あの船橋市立医療センターでも同様にすれば今、 800億円と言われている税金投入額があの400億ぐらいに圧縮できるはずなんで税金の節約になるということそれから税金投入額の議論のためには船橋市民の中の船橋市立医療センターの実利、えー、利用人数を公表しようということで船橋は非常に広いですので、えっと、各人が 比較的近い病院に基本的に通っているんですね、例えば西部地区だったら船橋中央病院、えーまあ、中部地区だったら船橋総合病院、えー、そして、えー、北らしの付近だったら千葉特集科病院、二葉だったら船橋ワ葉病院という病院に通っていて、医療センターに通っているだけではないんですね、あと順天堂浦安とか慶応病院とか、都内の病院に通っている方もおられます。 で私が前に質問したところでは、米橋市,市民の中での医療センター利用率は7%です。今度もうちょっと正確な数字を出してもらいますけど、まあ、今のところ下調査では、その7%あたりという数値は変わってないです。そうすると7、7%のために、あのえーと 800億をかけていいのかという議論になりますのできちんとその実人数を公表して、えーまあ、本当にそれだけ税金かけていいのかという議論をすべきだということを言います。それからその意味で言うとこの現地ローリング建て替えにすればあの、まあ、半額に圧縮できるので、えーまあ、今医療センターのために積み立てる基金は半額にしてその半額はあの市民の生活の改善の基金にしたらどうかということ。それから えっと、そうすると海老川上流地区に移すずの医療センターが現地で建て替えればその必要がなくなるので、まあ、そこはちょっと水没の危惧があるので、まあ、数日水没しても大丈夫なことを前提に活用法を市民にも公募して、えー、市民参加で考えたらどうかとであと看護専門学校は大学看護学部への再編を考えて私がこの これは市民から公募をすればいいと思うんですが、私の意見としては、まあ、せっかくだからあの看護専門学校を大学にするとともに、えーまあ、例えばリハビリテーション系とか、他の文,系文化系なんかの、えー、学部も含めて、えーまあ、大学を作ったらどうかという方向を私は考えています。ただこれはあの市民参加のの提案の1つとして 私が提案するので、提案しようと思っているので、まあ、絶対それに、それ、他の案が決まればそれでもいいと思ってますので、まあ、とにかく、あの、市がせっかく確保した土地を、えー、と、有効に使えるように公募したらどうかということを言おうと思ってます。あと、2番目が、港区同様、集合住宅へのエレベーター用防災チェアですね。 であのまあ、これ、集合住宅ですから、アパートでもマンションでも、それから集合住宅以外、まあ、今回、集合住宅に質問限りますけど、いわゆる公共施設ですね、市役所も含めた公共施設のエレベーターへのエレベーター防災チェアを配布しようと、えー、これはあの三角の形で、あのえー、とそこにいろいろグッズを入れて、エレベーターに閉じ込められた場合の、えー、とグッズを入れておくんですね、でそれ、港区では配布してるので、 とととと同様に配布ができるんじゃないかといかううことを提案しようと思ってます。それから賃貸アパートとは,、えー、とはプロパンガスの比率が高いですしプロパンガス利用者は戸建ての方にもいらっしゃって結構、えー、都市ガスに比べて料金が高いのでその基本料金補助とかを考えて、えー、考えたらどうかということですそれからアニメ漫画イラスト市民参加と街づくりちょっとこれあの今回ちょっと ちょっとだけ提案して、7月にちょっと京都聖火大の漫画学部の教授の方と話をするんで、ちょっとそれも踏まえてまた、それを強く言っていきたいなと、次回に言っていきたいなと思っているところです。でその他の活動としましては、この間やった活動としましては、広報委員長として、えーとえー、と広報委員12人でいろいろ分担して、市内の高校を回るんですね。というのは、 えっと、小学校と中学校は一律ですので、まあ、あと一律船橋高校も一律ですけど基本的に小中学校は、えっと、いろんなあの市からの直接、えー、届けるルートがあるんですけどは配達便みたいなのが、まあ、県立高校は基本的には県立高校とか市,市内の私立高校はそういうルートがないので広報、まあ、員が分担して、えっと、市議会代理を届けながら、まあ、市議会である出前講座に まあ、あの高校参加しませんかということを言おうということでやってます。私の担当、県立船橋高校と、えっと、東洋高校に、えー、行ってまいりました。で、東洋高校は2年前、出前講座を受け入れまして、それから、えっと、昨年、東京学館が受け入れて、今年一律船橋がやるので、まあ、できれば、この県立船橋なんかも検討してほしいということを言ってきました。 彼女が区長になっていただくと、港区長、当選すればね、それから、えっと、大磯町長と、あと福井県の大野,大野市長か。それで、まあ、副市長だけど、あの、松本さん、松本市の、えー、方も、支援なんで、まあ、そういう方と連携しながら、船橋市も、あの、やっていきたいなと思っております。さっきちょっと言ったように、マンション管理組合の、懇談会を7月の、 6月5月の25日にやりまして結構な管理組合の方が参加して管理組合の運営の難しさなどについて議論しましてやはりもっと交流したいということで7月あ違う8月の最終土曜日で25日だったと思うんですけどもう1回やることになりました。 はい、そのほか障害児の親との,は親との懇談会は2年前から続けてるんですけど、続けてましても、えっともと障害児の、うん、がなかなか船橋の保育園に入れてもらえなかったという経過があってそれでなんとかしてほしいということでこの2年間話してきたんですがさすがに、えー、障害者差別解消法があの努力義務から義務になったということもありまして市もその えとそういう放置できないということで、えっと、結構障害児の受け入れは前進してきたんですね保育園においてはいい方向になってきてますでえっ、ー、とただそうなってくると実は大体この,あの,はあのお子さんたち大体年中年長ぐらいにか差し掛かってるんですねそうすると 次の船橋の特別支援学級に地域にそういう特別支援学級があるのかということでいうと、えー、ない地域もあるんですね。で、一番分かりやすいのが塚田南小学校という、一番巨大な、えー、新しくできた小学校に特別支援学級がないんですね、えー。ないところにやはり作ってほしいということで、その今度、教育委員会との懇談をする予定です。その方向で動いています。 それでちょっとまあ変わったところとしましては、あのまあ、この,あの写真撮影許可いただいて写させていただいたんですけど、あのコアガマに私、議会報告をわりに行ったんですね。えっと、お、どこだったっけ、あの、ヤギガヤの後に、えー、ちょっとそう、コアガマの方に行って、自転車で行ったんですが、たまたま、えー、っと、この川沿いを、あの 自転車で走ってたらなんと馬がいたのでびっくりしまして、えー、何かと聞いたらあの乗馬クラブではないとあの、えー、いわゆるこうアニマルセラピー、えー、ホースセラピーですね障害児が馬と触れ合うことで情緒の育、まあ、んだりあるいは乗馬まで行けばセラ、あの本当に えー、セラピーになってくるということでそのうん障害児との触れ合いのための馬を飼われてる方がおられましてこの,この馬がんとほほ本場の基礎馬純系の基礎馬だそうなんですねで基礎馬があるのいるのは東京都に2匹と船橋のこの1匹しかいないということでまあ非常に育みながら育てているということでまあその 川沿いを散歩されてたということのときにお会いし,しましたということで、まあ、船橋でもいろんなことをされてる方が、えー、おられるんだなということが分かりましたそれで、えっと、この間やっぱり応募が多いのがペット同伴避難所ですでペット同伴避難所まあこういうふうにやっぱり、えー、そのまあペ,ペット同伴避難所は避難所は基本的にあの 動物アレルギーの方もおられますので、まああのまあ、動物は体育館の脇の,あのケージに置くとかあるいは玄関のえケージに置くとかいう形になるんですが、まあ、やっぱりどうしても同じ部屋で過ごし,したい方もおられるので、えっと、これ倉敷市ではえペットの飼ってる人だけの特別の,あのペット同伴避難所を作ったんですね。 でそれをえっと私、東日本豪雨のボランティアで見てきました。学習ボランティアまで来たんですけど、こっちであの高校生たちにも教えてきたんですけど、同時に同じ日にペット同伴避難所も見ました。ということで、えー、これ実際に実現をしている市もあるので、船橋でも実現したらどうかということを今後も言っていきたいと思っております。今回の質問ではちょっと時間の関係で取り上げませんけど、これ持続的に。 前回もいまましたしたた今後も行っていきたいと思っててきと思す学習会の一つとして子どもの貧困問題の学習会をしたんですけどこれ非常にたくさん参加されたのでもう一回やってほしいという要望もあったのでそれをやりますでそれをいつやるかというと次回のリアルの報告会というのは明日やるんですけど明日は6月の1日にあの毎月第1土曜日にやってるんですがさすがに 今日、今話聞いて、明日という方は難しいと思いますので、次回のリアルの予告は明日を除くと7月の6日、第1土曜日になりますで。この時に第1時間ぐらい議会報告をして、1時間ぐらいこの学習会、子どもの貧困と学習サポートをする形になってまして、最近は1時間議会報告、一番1時間学習会的な内容をやるということにしておりますで。オンラインの学習会はまあ毎週金曜日の あの8時から9時でやってますので、オンラインの方はこういう予定で進んでいきます。ということで、えっと、こんな感じで毎週報告してますので、ぜひ、またご参加いただければと思います。じゃあ、本日の報告は以上です。これから参加者の方と,と,と自由に討論するために、録画は外しますが、こんな感じで報告した後に、 30分ぐらい自由討論のやってますのでぜひ皆さんまた6月の金曜日に20時からご参加いただけばとますご静聴ありがとうございました